チャンピオンズカップジャパン&コリアシーズン2ラウンド2ファイナル、日曜日に行われた、初日の全8回戦の予選ラウンドのフィーチャーマッチ、この8回戦目がビッグマジックの方で取り上げさせていただくフィーチャーの最後のラウンドとなります。月曜日に開催された2日目、予選ラウンドおよび決勝ラウンドの模様は MTGJP 様の方で生配信される予定とのことなので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。棚橋正康選手と高岡雄介選手のフィーチャーをお届けしていきましょう。棚橋選手が現在こうマリーガン中というところですかね。両名の使用されているデッキは、それぞれ棚橋選手が白ミドのヘリオットライフと呼ばれるタイプのコンボデッキですね。ライフを得るとクリーチャーにプラス1カウンターを置くことができるヘリオット、そしてプラス1カウンターを取り除くと2点のライフを得られるスパイクの飼育係、これらを揃えて無限にライフを得ようという、そこから、一つのコンボに、無限ライフに限らず、歩行バリスタなども絡めて無限ダメージへとつなげて勝利するという。他にも、クリーチャーで普通にビートダウンして勝ったり、アグロデッキ相手にライフを削り切られないように、チクチクとライフゲインをしながら立ち回ったりと、戦い方の振れ幅、バリエーションは多いデッキかなというところ。対して、高岡選手が使用しているバーン、こちらは一直線でございます。1ターン目、総員の即走、スタンやパイオニアでもおなじみのクリーチャーから、まずは先制ジャブ。採用されているクリーチャーは、ゴブリンの先達とこの総員の即走のみ8枚耐性ですね、メインで。そして残りは赤および白を絡めた多色のバーンスペル、対戦相手やクリーチャーに直接ダメージを与える呪文で構成されています。これらでスピーディーにライフを削り切って勝つことを目指していますが、一つこのマッチアップにおいてかなり面白いというかキーになるカードが高岡選手のメインデッキから搭載されているので、そちらをお楽しみにというところですが、さあ棚橋選手、ここはプロテクション赤を持つ、オーリオックのチャンピオン、赤の発生源からのダメージを受けないので総員の即走をブロック。高岡さんはこれを受けて第2メイン出ましたね。これがちょっとキーになるカードかなと思ったんですけども、ランドの渦、ロイリングボルテックス、2マナで、毎ターン各々のプレイヤーに1点ずつダメージを与えていくエンチャントですが、赤マナ1つ支払うとこのターンプレイヤーはライフを得られないという起動型能力を持っているので、ライフを得ることを狙っている棚橋選手のデッキに対して効果的にライフゲイン止められれば、バーンは本来はこのライフ得られるデッキ相当きついんですが、それを見越してのこのメイン渦採用と。さあ棚橋選手はこれに対して3マナのイーオスから1マナクリーチャーサーチ、そしてここは機能不全ダニをキャスト。さあこのダニのプレイに対して高岡選手、渦を起動を
それに対して棚橋選手さ、フェッチを切ってというところですが、ここでさらに、もうダニは戦場に出てたんですね。じゃあダニをそこで生贄に捧げて、そして、マナがない状況下で、ダニの2点ゲインが誘発プラス渦を追放と。さあ、そしてお互いのフェッチからの土地サーチが終わったところで、棚橋選手、ここでターン終了。高岡選手のターンが回ってきて、アップキープ。裂け目の稲妻が待機明けで解決される。その前にイーオスの遍歴の、イーオスを生贄に捧げて、これで呪文を唱えられなく、しまして、稲妻を防ぎ、そして今ここで溶岩の打ち込みプレイされましたが、本来このイーオスの能力でこのターンクリーチャーじゃない呪文を高岡選手唱えることができないので、ジャッジによって巻き戻され、そしてそのターン終了時に棚橋選手が クリーチャーをサーチ、ここはスパイクの飼育係を持ってきました。さあ、エラダムリーの呼び声からサーチしたスパイクはここはまだ展開せず、オリオックのチャンピオン追加からの復活の声、ライフを着実にゲインしていこうという構えに対して、高岡選手ここでポロスの魔除け打ち込んで本体4点ダメージ、そしてプロテクション赤のチャンピオン先に出していた方が攻撃に移ると。棚橋選手の方がしっかりと4マナ伸びて、かつまだライフが13点ある。これを削り切るのは簡単なことではありませんが、さあ高岡選手、溶岩の打ち込み、さらに批判家視察と1マナ3点火力本体に叩き込んでいく。そして裂け目の稲妻待機、残ライフ7、さあここでサーチしてきたスパイクを展開し、すかさずライフゲイン、トータルで6点回復。そして裂け目の稲妻本体に打ち込まれ残10。さあプロテクション赤で総員の速走ががっちり止まっている頼もしいチャンピオン、これに対して高岡選手、このターンちょっと首をかしげてからエンドを宣言。さあそしてさらにチャンピオン3枚目、回復とプロテクションで心を折りに行こうという動き、これを受けて高岡選手、稲妻1枚ではどうにもならないと投了を宣言。お互いにこう
お互いのデッキにぶっ刺さる、キーカード、ロイリングボルテックス、そしてオーリオクのチャンピオンと引き込んでいましたが、チャンピオン3枚引き。バーンにとってはちょっともうどうしようもないですね。これ、オーリオックのチャンピオンからのライフゲイン、プロテクションのブロック、ライフきっかりと守って、棚橋選手がまずは1ゲーム目取っています。さあ、こちらが棚橋選手のデッキリストですが、サイドにはさらに、プロテクション赤を持っているクリーチャーもいますし、まあ、しかしここまでは採用どうでしょうね。バーン側からすると絶対に倒せないようなクリーチャーが増える、それだけでも十分脅威ではあるのかなと。対して高岡選手のサイドボードにはルケへの道、白のクリーチャー除去入っているので、プロテクション赤が増量されても、なんとかルケはサイドイン確実にされることだと思うので、引かれたら完全に詰むというわけではありませんが、やっぱり渦でいかにライフゲインを止めながら着実に本体削っていけるかというところなんですかね。あとはどれだけライフを得る手段があっても、マナが揃わないうちにはそんなに大きく動けないので、1ターン目クリーチャー、2ターン目火力連打、3ターン目にはもう残ライフ4点、3点ぐらいまで削るぐらいの勢いで怒涛のラッシュ叩き込めればというところでしょうかね。いわゆるぶん回りってやつを期待することになるのですかね。さあ、ルケへの道、プロテクション赤。今回このボロスバーンを使用されているプレイヤーは、去るところの情報によると、予選を抜けたバーンデッキ、予選、このトーナメントに参加するための予選を各地で開催していたわけですが、それを抜けたバーンデッキがトータルで17人とかで、今回のトーナメント参加者のバーン使用数が17人、つまりバーンユーザーがそのままやってきたというふうに捉えていいんでしょうね。気合の入ったバーン使いたちが乗り込んできて、高岡選手はこの8回戦目、全7回戦の足切りラウンドを終えて初日の最終戦まで来たと。バーンもそれこそ1マッチ1ゲームだけやったりするとむちゃくちゃ強い、とんでもないことをしてくるデッキというふうに感じることもありますが、何マッチもトーナメントで重ねて勝つというには、やっぱりただの勢いだけではなく、細かなダメージ計算、メインおよびサイドの、緻密な設計、そして最後の最後で、その日の運といいますか、今日の主役は俺的な引きが伴って、
価値を重ねられるデッキかなというところ。さあ、5勝2敗同士のフィーチャーでありますが、初日を6勝2敗で終えて、まあ、いいラインで2日目に進出するのはどちらかという戦い。さあ、まずは1本目取られた高岡選手先行で、フェッチから聖なる鋳造所。からの、待機呪文スタンバイと、1ターン目に出てきたクリーチャーに打ち込んで除去として使ってもよし、対戦相手に打ち込んでライフを減らしてもよしと。一番嬉しいスタートは1マナのクリーチャー速攻持ちだと思いますが、とりあえずはダメージを与えて、かつバーンで1ターン目全く動けないということはなく、さあここは3点打ち込む。対して棚橋選手はここは楽園の拡散スタート、クリーチャー除去を受けないマナ加速なので、まあバーン相手にはマナが足りないというような予想外の事態は起こりにくい、いいチョイスかなというところ。さあここで1本目では渋い活躍を見せたイーオス、1マナのサーチはアズマヤのエルフですね、1マナ11森をアンタップするという能力を持っている。今森がついて、楽園の拡散がついている森をアンタップすると、このエルフのおかげでマナが2つ伸びると。さあ高岡選手、このイオスに対して精進の猛火を当てに行き、さらに溶岩の打ち込み、今回はスピーディーにライフを1桁まで押し込んで、さあ3マナある状態で4ターン目迎えれば、バーン的には9点は射程圏内という、まあ、恐ろしい事実。対して棚橋選手、ここは復活の声出してエンドでしょうかね。さらにここで稲妻の螺旋を打っていく。復活の声プレー、その後優先権渡さず稲妻の螺旋と。田梨選手ここで機能不全ダニを出す。さあ残りライフ6点、バーンからすれば届く数値だが、どうだ。ここは復活の声に流刑への道を打ち込んだ。ちょっと厄介なクリーチャーの除去には成功しましたが、しかしこれで棚橋選手4マナ目まで伸びる形になりました。理論上4マナあればコンボのスタート始められるデッキでありますが、さあ3マナから白白を使ってのオーリオックのチャンピオン、そしてエルフと危険な水域に差し掛かっていた残りライフを7点まで回復、さらにダニで攻撃と。さあ高岡選手ここでさらに精進の猛火打ち込んでいく。土地を出していれば対戦相手本体にも3点与えられる状況で、これで残りライフ4まで削って、さあ総員の速走、これの攻撃はオーリオックで止まっ
ている状態なので第2メインで出してターンエンド。さあ、側走のブロック上等とダニを突っ込ませダニが死亡して2点ゲイン。からさらにイオスでクリーチャーサーチ持ってきたのは歩行バリスタ。そしてアズマヤのエルフでライフをさらに回復8点。踏みとどまっている。さあ、時間はたっぷり稼いでマナも用意できるというところ。ここはマナを伸ばさせないためにエルフを焼く。ここで稲妻を本体に打てないのは辛いところですね。さあ、対して棚橋選手は集合した中隊からオーリオックイオス、これはちょっともうハンドが空の状態でライフが11点まで回復ですか。かつ後続のクリーチャーでどんどん回復されてはもう打つ手なしと判断して高岡選手投了を宣言。ラウンド8フィーチャーを勝利したのは白緑のヘリオットライフデッキ使用している棚橋選手となりました。棚橋選手これで6勝2敗初日を終え2日目で決勝ラウンドに残る弾みをつけて初日全8回戦を戦い終える形となりました。というわけでビッグマジックからお届けしていたチャンピオンズカップジャパン&コリア。それでは、このビッグマジックチャンネルでの続けて、スタンダードのリバウンドトーナメントの方も動画でアップしていきますのでそちらもお楽しみください。どうも最後までご覧いただきありがとうございました。